倉吉市は江戸時代から大正時代にかけて稲子木千葉の産地であり、全国へ出荷して倉吉を有名にしました。ここはその名も鍛冶町。多くあった鍛冶屋も残るはここ一軒になりました。9代目になる広吉博さんはおよそ60年の経験を持つ現役の職人です。もう鍛冶屋さんって一軒しかありませんからね、これは電気で動くですか。昔モーターです。こがにして引っ張りよったけど、発動とかにして、モーターかな。モーターですね。それでもうお一人ですよね。だけ倉吉ではね、これここ境取ったりね、稲子木千葉でね。